はい、どうも、こんにちは。今回まで逆転裁判続きからやっていこうかなと思います。前回は、コナカルチャーっていう、まあ、この事件のね、真犯人、今扱ってる事件の真犯人のとこ行ったんだけど、なんかそいつがめちゃくちゃ権力持っててさ、代わりに俺が捕まるっていう。代わりに弁護士である俺が犯人として、捕まっちゃうっていう。よくわかんない展開になってるから、すげえ絶望的だけど、やっていこうか。いよいよなんですね。今日でこの事件はケリがつくよ。あ、で、弁護士さん見て。あ、御剣検事。昨日検事局長に呼ばれた。今日の証人、小中氏が語ることは絶対だと言われた。君が彼の証言に対してどんな攻撃をしようと、私が異議を唱えれば裁判長は必ず聞き入れるだろうと。裁判長にまでコナカの力は及んでいるのか。つまり僕の有罪はもう決まっているというわけだ。私は有罪判決を勝ち取るためならば何でもする男だ。どうしたんですか。あなたはそうやって罪のない人を苦しめて。罪のない。そんなことがどうして私たちにわかる。罰を逃れるためならば彼らはどんな嘘だってつく。見分けることなんてできない。それならば私にできることは一つ、被告人をすべて有罪にする。それが私のルールだ。剣、変わったなお前。え、弁護士さん、知ってるの、この人のこと。知ってんの？ お前知ってんの？なるほど、隆一。手加減はしないぞ。弁護士さん。さあ、そろそろ開廷の時間だね。あ、でも、弁護士さんは弁護する弁護士さんがまだ。弁護は僕自身自分でやる。僕が自分でやる。さあ、行くよ。めちゃくちゃじゃない？可能なの？リアル可能なのかな？弁護士が捕まったら自分で弁護するって。ああ、でも真由ちゃんいるじゃん、横に。これより、なるほど、隆一の法廷を開廷します。検察が準備完了しております。弁護側は準備完了しております。なるほど、君、本当にいいんですね。はい、自分の弁護は自分でします。わかりました。では、御剣検事、冒頭弁論を。事件流れはすでに明らかであるから、本日は被告人の犯行を見た証人の証言を聞いていただく。いいでしょう。では早速呼んでもらいましょう。話がスムーズに進みすぎる。普通ならなぜ小中が前回の法廷に出てこなかったか問題になるはずなのに、そんな様子はない。どうしよう。無駄だとは思うけど行ってみるか。行ってみようか。検事にお聞きしたい。その証人はなぜ綾瀬と迷いの裁判には出廷しなかったのか。すまなかったね。小中氏は多忙な人物なのだ。そしてあの時は松竹梅の証言だけで十分だと思ったものでね。申し訳ない。さすがは剣士、潔い態度ですな。奴がかっこいいところを見せただけで終わってしまった。では、小中勝氏を入廷させていただこう。じゃ、こいつを潰すの楽しみだな。でも、証人の名前を伺いたい。 Yes, I am。 お、平塚せんね。名前を聞いている。 Oh, sorry。 アメリカ生活が長いもんでね、苦手なんだよ、日本語。名前だ。いいコンビだ。僕は小中勝、小中。株式会社コナカルチャーの社長、いや、プレジデントだ。被害者の綾瀬と千尋をご存知か。Never give up。 知らないね。証人は事件のあった夜、坂東ホテルに。Yes。 そこで事件を目撃したというわけだ。よくわかってるじゃないか。
では小中さん、証言をしていただきましょう。どうにかして小中の証言、こいつの証言を崩さなきゃおしまいだ。まったく、どうしていつもこう崖っぷちに立たされるんだ。ほうほうほう。覚悟はいいかい、ミスター弁護士。はっ。弁護士さん、頑張って。あれはそう、ちょうど9時頃のことだったよ。僕は窓のそばで書類をリーディング読んでいたんだ。すると窓の外で物音がしたんだよ。僕はその音に驚いて向かいのビルを見たね。するとギザギザヘアの男がロングヘアのレディを襲っていた。言うまでもなく君だよ、ミスター弁護士。僕は梅尾君を呼んだね。彼女もそれはびっくりだよ。被害者はその後必死に逃げたが、君は追いすがった。じゃあ、フィット。それで、ジ・エンドさ。ふむー。その目的に間違いがなければ、被告人の有罪は決定ですね。そんなすぐ終わんねえよ、普通。では、被告人。あ、いや、弁護人。尋問。はい。まあでも、ここ見る限り別に、あるか？そんなおかしい箇所。多分さ、このガラスの破片と、あと、これ使うと思うんだよ。被害者は攻撃を壊し、右に向かって逃げたがってやつ。あとこれ。だとりあえず、最初のターンは多分揺さぶりかな。一旦じゃあ最後まで行くわ。はい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 。あとこいつのでも9時のこいつのあれわかんないからな。はい、こいつもミスルギの手ほどきを受けているのか。とにかく何とかして突破口を見つけるしかない。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、いや、9時頃聞いてみようか。その時間はどうしてわかるんですか？なぜなら僕は常に完璧にパーフェクトだからさ。いやいやいや、それじゃダメです。おさぐり深い男だね。秘書、英語で何て言ったっけ。とにかく梅尾くんが9時にルームサービスを頼んだんだ。それが取れた時のことだったからね。梅尾もそんなことを言っていたけど、まあ、聞いてみようか。確かにコーヒーを運んだボーイは梅尾さんを見ています。でも彼はあなたは見ていないと証言している。あはん、そのことかい。ルー君は部屋の外でコーヒーを受け取ったからね。見えなくて当然だね。その時間証人は何をしていたか。まあでも書類もちょっと気になるけどな。窓というのは綾里法律事務所の真正面にある。 Yes、 ホテルの窓はあれしかないよ。そこで書類を。 Yes、ビジネスホテルはビジネスをする場所だよ君。いや、まあでもここは別に、あれ、わかんねえな、どこだ。全部聞いてみるか一応。これ、こっから聞いてみるか。物音ですか。多分その時に襲いかかったんだろうね。なるほど。そして、めちゃくちゃ待ったするな。その音を聞くまでは書類を読んでいたわけですか。まあね、僕は覗きは趣味じゃないんだな。よく言うよ。これ突っ込んでも意味ないよな。僕はギザギザヘアじゃないみたいな言ってもね。その時梅尾さんは何をしていましたか。テレビドラマを見終わって泣いていたよ。あなたは彼女が登場していたことは知っていましたか。あ、それは本件とは関係ないことだ。彼
構わないよ、答えよ。あれは秘書が勝手にやったことさ。政治家みたいな口の聞き方ですね。ほほん、僕はプレジデントだからね。それでどうなりましたか。あ、これ逃げた方向聞けばいいじゃん。もう少し詳しく思い出せませんか。大事なことですから。アンダスタン、アンダスタン、了解したよ。被害者は君の攻撃を受けて、そう、左へ逃げたんだ。おいおいおい、ちょっと待ってくれよ、食い違ってるぞ。君はそれを追いかけていって殴りつけた。間違いないだろうか。僕は常に完璧にパーフェクトだからね。ではそのように証言を書いてもらいましょう。いやいや、行かせてもらっていいですか。じゃあこれ、え、被害者は左に向かって被害者逃げた。ちょっと待ってください、小中さん、墓穴を掘りましたね。何のことだい。あなたは左に逃げたと言いましたね。しかしそれは梅尾さんの証言と矛盾します。彼女ははっきり右へ逃げたと証言しています。はぁ、あ、あん、多分彼女の見間違いじゃないかな。それはどうでしょうか。上面図を見てください。上面図わかんねえ。犯人はこの位置にいました。そして被害者はこの辺り。あなたの言う通り、被害者が左に逃げたとしたら、そっちは出口のドアとは逆方向になります。彼女は逃げ道がない方へ逃げたことになる。確かに犯人から向かったら左側だもんな。そうだよな。かなり不自然な状況です。へっ、変だな。確か左に逃げたのを見たんだよ、僕は。お前から見たら左だからな。お前から見たら左だもん。弁護士さん、あの顔、嘘はついていないみたい。確かに。あ、確かに。どうやら小中は被害者が左に逃げるのを実際に目撃したみたいだな。待てよ。なるほど、君。はい。松竹目は右と言い、小中さんは左と言っている。この矛盾についてあなたはどう考えますか。いや、二人とも正しいんじゃないですか。二人とも本当のことを言っていると思います。はっ、お話にならない。それでは矛盾は解決しないではないか。二つの証言が矛盾しない答えがたった一つだけあります。なんだと。小中さんを事件を目撃した場所はホテルじゃなかったんですよ。どういうことですか、弁護人。証人が事件を目撃した場所はホテルではなかっただと。じゃあどこだったというんだ。綾里法律事務所ですよ、もちろん。もっと正確に言うならばこのポイントです。事件があった時小中がいたポイントを示そう。はい。え、ここですか。え、ここですか。それはここです。いいですか。被害者がドアに向かってこのように逃げたとき、このポイントから見れば左に逃げたように見えるのです。いい加減にしたまえ。 そのポイントは犯人が立っていたポイントではないか。静粛に。法廷の秩序を乱す者は大抵を命じます。なるほど、君、なんということ。貴様、弁護人の推理はこじつけに過ぎない。そうですね、かなり強引な感じが。ふう、楽しませてくれるね、ミスター弁護士。なんだ、笑っている。リメンバー、今の刺激で思い出したよ。ちょっと誤解を招く言い方をしてしまったみたいだね。ミスター裁判長、もう一度証言させてもらえないかな。わかりました。では証言をお願いします。一度崩れた証言はもう立て直せないさ。はい、聞いてみようか。梅尾君の証言は正しいよ。もちろん僕のもね。君がレディに襲いかかった時、彼女はまず左に逃げたんだ。そして思い切り彼女を殴った。これが僕が見た部分だ。次に彼女は最後の力を振り絞って右に逃げたんだ。
君はそれをかけて感情にとどめを刺した。ここが梅尾君が見た部分だ。どうだい、君は2回殴ったわけさ、思い出したかい、ミスター弁護士。ふむー、それなら筋は通りますね。弁護に尋問はしますよ、そりゃ。あ、どれだ、あと使ってないけど、あれなんだよ、即死じゃないんだよ確か。数分間生きていた可能性があるに書き換えられちゃったからさ、あれなんだよな。あ、どこだろうな、またこれ揺さぶるのかな。一旦じゃあさ、一旦ちょっともう俺のレベルだとさ、もう初見でいきなりいけないからさ、ちょっと最後まで行くわ一旦。どう弁護士さん、思った通りボールを出したよ。奴が笑ってられるのも今のうちだけさ。え、ボール出した、え、ボール出した、ボール出した、わかんねえ。ガラスの電気スタンドが壊れたもの。あ、でもこれ被害者は攻撃をかわし右に向かって逃げた。このガラスの破片が気になるんだよな。あれ、これ揺さぶらなくてもいいのかな、ちょっと一体揺さぶっていいかな。でボール出したって言ったからな。まずってどういうことですか。まずっていうのは次にの前だよ。まあ落ち着いて聞きたまえ、ミスター弁護士。とにかく彼女は左逃げた。そしてまた次にって何ですか。次にっていうのはまずの次だよ。あれどこだ、ちょっと待ってよ。あ、1回殴られて死亡か。オッケーオッケー、ここじゃないじゃん。2回殴るとここでいいんじゃないのこれ。いいですか、被害者は1回だけ殴られて死んでいるんです。はい、何か言うことは。む、今がチャンスだ、畳み込むぞ。小中さん、あなた完璧にパーフェクトだったのでは。そのフレーズはもう使わないことにするよ。裁判長、小中さんにもう一度証言をお願いします。将棋の教が混乱している。ここで10分の休憩を申し入れたい。そうですね。休憩なんていらねえバーカ。記憶が混乱しているのは証人が嘘をついているからです。今ここで休憩れるのは断固反対します。そうだ、早く続けよう。逃げるな、コナカ。あ、そっか、他の人たちは別にコナカの手下じゃないのか。そっか、傍聴人が味方についたぞ。これでもう逃げられない。いいですか、コナカさん。イエス。ボロ出すねこいつ、いいね。そのなんだ、あれが倒れる音で僕は向かいの窓を見たわけだが、次の瞬間ミス千尋は左に逃げていたんだよ。犯人、君は追いかかったが彼女はそれをかわしたんだ。そしてその向きを変えてドアの方へ逃げようとした。君はそこで一発ポカリとやったんだ。ふむ、ポカリとね。でわしも。ミスター裁判長、僕はちょっとお腹が痛いんだが。我慢してください、もうちょっとで終わりますからね。おいおい、コナカ、顔が無様だなてめえ。最後まで行こうか。あれが倒れる、ちょ、あれが倒れる、何
あれが倒れる音、あれって何ですか？あれだよ、ガラスの電気スタンドだよ。ああ、現場に倒れていたやつか。弁護士さん、なんかちょっとおかしくないですか？気になる、確かに気になるな。もう少し揺さぶってみるか。小中さん、なんだい。あなたはガラスの電気スタンドを見たわけですか？そうさ。ではそのあたりを証言し直してください。総理、すまないね。では小中さん、証言を訂正してください。あれじゃないですか、これ。あれ、電気スタンド立ってる場所見えないんじゃないですかってやつじゃないの、これ。向かいの窓を見たら電気スタンドが転がっていたんだよ。次の瞬間、見知ら左に逃げていた。あ、どれだ、ちょっと待ってよ。電気スタンドが転がっていた。転がっていた。またなんか曖昧な表現するな。兄貴は襲いかかったが、彼女はそれを交わしたんだ。まあ、ここはまあいいか。死ぬ気を相手の方がいいけどした。弁護士さん、だんだん串数が減ってきましたね。突っ込まれるのを恐れているんだろうね。やりにくいな。なんだその中途半端な。もう一回言ってみようか。電気スタンドが転がっていた、初耳ですね。なぜさっきはスタンドのことを話してくれなかったんですか？なぜだったかな。誰かに言われたから。いや、ジャスタモメン、ちょっと待ってくれたまえ。頭が混乱してきた。この中のやつもうヘロヘロだぞ。裁判長、これ以上証人を苦しめないようにしてもらいたい。弁護士、むやみに証人を脅しつけないように。はい、ミツルギも必死だな。では証人、続きを。あ、じゃあもう無理だね、揺さぶっちゃ。やり逃げた、襲いかかったが、それをかわした。倒れていたって、そう、わ、破片見せればいいのかな。転がっていたっていうお前の表現がわかんねえわ。まあでも一回失敗してもまだ、もう結構今のとこ調子いいから、行っちゃうか。小中さん、電気スタンドが転がっているのを見るのは不可能なんですよ。なんだと？スタンドは粉々に砕けていたんですよ。げ、砕けた破片だけを見てもそれが電気スタンドとはわからない。じゃあ一体あなたはいつスタンドを見ることができたのか、答えてください。決まってるだろう。倒れる前に見たのさ。つまり被害者が襲われる前に見たわけですか？いや、それなら問題あるまい。いや、お前写真見てない？写真見てないの君。ちょっとあれ、視界に入んないんだけどな。おい、大きな問題があります。なんだよ問題って。中さん、あなたの言い分はこうですね。殺人事件が起こるより前にホテルから窓越しにガラスの電気スタンドを見た。イエス、そうだよ。そんなことはありえない。スタンドを見るのは不可能です。なぜですか？証拠でもあるのですかな？もちろんあります。ホテルにいる人間に倒れる前のスタンドは見ることができない。なぜならば、この図を見ていただきたい。これを見てください。それは現場のアーメンズですかな？その通りです。いいですか？現場の窓越しに事務所を覗くとなると、見えるエリアはズバリこうなります。どうですか？スタンドは見えるエリアに入っていません。さあ、小中さん、ど
ですか。グッゴバカラ。いいですか小中さん、あなたがもしバンドホテルにいたのならば、倒れる前のスタンドは見ることはできなかった。そして倒れた後も見ることはできなかった。粉々に砕けた破片を見てもそれがスタンドとはわからない。となるとあなたはいつスタンドを見ることができたか。それは倒れた瞬間しかない。そしてそれが見えるのは綾里法律事務所しかない。あなたは犯行があった瞬間殺人現場にいたんです。ボロが出るね、ボロが。お、本性表すか。小中さん、小中さん、あなたがやったんですね。ミスター裁判長、僕かミス千尋を。ふう、どうやら勝負は決まったな。あ、何お前。そこまでだ。なるほど、リュウジ。な、なに？クソ、こいつを忘れてた。小中氏、もうそろそろ潔く罪を認めてしまったらいかがなものだろうか。 What？ あなたが犯した犯罪を認めるのだよ。すなわち盗聴のことをね。盗聴だって。静粛に静粛に。一塁検事、今の発言はどういう。皆さん、小中氏は今少し混乱しておられる。私の方から説明しよう。なんか雲行きが怪しくなってきたぞ。ご存知通り、小中氏は小中ルチャーの社長だ。彼は秘書の松竹明に命令して盗聴させていたのだ。それがどうかしましたか。問題は誰がいつ盗聴器を綾里法律事務所に仕掛けたかだ。まさか。小中氏、盗聴器を仕掛けるためあなたが綾里の事務所に侵入した。間違いないだろうか。イエス、それだ、その通りだ、ミスターケンジ。なんだって。僕は盗聴器を仕掛けるため綾里法律事務所に行ったんだ。その時にあの電気スタンドを見たんだよ。つまりどういうことですか、ミスリギケンジ。よろしいか。なるほど、龍一の主張はこうだ。小中氏は殺人現場にガラスのスタンドがあるのを知っていた。しかし彼がそのスタンドを見ることができたのは殺人事件が起こった瞬間しかなかった。だから小中氏が犯人である。そうですね。しかし事件が起こるずっと以前に小中氏は現場に行ったのだ。盗聴器を仕掛けるために。その時にガラスのスタンドを見ていれば。なるほど、リチの推理は完全に崩れてしまうのだ。なかなか頭回るね、お前。小中さん、その時のことを証言してください。任せてごらん、たまえ。めまいがしてきた。まあ、キリイシここで終わるか。ああ、どうしよう。この証言終わってからにするか。いや、ここで終わろう。ごめん、じゃあここで一旦終わるわ。じゃあ、あたした。